おはよう、まどか。ゆうべ、おはよう。起きて早々なんだけど、僕から手を離してもらってもいいかい？このままじゃ、僕の体が歪んでしまう。ごめん、ゆうべ！もしかして私、キューベを抱きしめて寝ちゃったの？多分寝ぼけて、ぬいぐるみと間違えたんだろうね。体を締められて、機能停止するところだったよ。私、そんな危ないことしてたの？君たちも連日の戦いで、疲れが溜まっているんだろうね。そう、なのかな。しっかり休養を取ることは、魔法少女にとっても重要さ。ただし、周りに危害を加えない範囲でお願いしたいね。いつかみんなでお泊まりすることがあったら気をつけなきゃな。みんなで一緒に寝るのってなんだか修学旅行みたいでワクワクするね。そりゃあそうでしょ。パジャマパーティーの醍醐味といえば、布団に入ってからなんだから。はあ？どうしてだよ。布団かぶったら、あとは寝るだけだろ？まったく、京子はお子ちゃまね。だと？落ち着きなさい、京子。せっかくみんなでお話できるんだから、すぐにおやすみなさいしてたら、もったいないと思わない？そんなもんかね。そういうものなんだよ、京子ちゃん。それで結局どうしろってんだ？さやかとあいつの馴れ初めでも聞くのか？なんで私が話しなきゃなんないのよ！しかも、京介は関係ないでしょ！それに、馴れ初め！私と京介は、そういうんじゃないから！桜さん、ミキさんの嫌がることは聞いてはダメよ。そうだそうだ、プライバシーの侵害ってやつよ。京子はデリカシーのかけらもないんだから。へえへえ。二人とも喧嘩してないで、カナメさんとアケミさんを見てみなさいよ。ホムラちゃんの髪って黒くて長くて綺麗だよね。いつもどんなシャンプー使ってるの？まどか、何を突然言い出すの？あ、ごめんね。いつもすごくいい香りがするから、つい気になっちゃって。そう。でも、褒めてくれて、ありがとう。ほんと、ホムラちゃんって可愛いよね。おいおい、ホムラ顔真っ赤じゃねえか。普段の落ち着きが嘘みたいね。ホムラって、マドカのことがほんと好きよね。私の親友の座も危なくなってきたかな。さやかにはあの坊やがいるだろ。だから、あいつの話はいいってば。この前もお前、あいつの家の前でうろうろして、結局会わないで帰ってたろ。知ってるぜ。どうして京子がそんなことしてんのよ。桜さんが、ミキさんのことを心配で見てた、とか？バカじゃねえの？私がそんなことするわけ。図星かしら。へえ、私のことを心配してくれてたんだ。そりゃな、さやかは大事な仲間だからな。なんだか焼けちゃうわね。ねえ、カナメさん。はい。何ですか？あらあら、眠いなら先に休んでてもいいのよ。アケミさんだって、もう先に休んじゃってるんだし。はーい。おやすみなさい。もう二人もダウンしちゃったし、そろそろお開きかしらね。ちょっと待ってください、マミさん。京子がさっきからイチャモンをつけて。おい、待てよ、マミ。さやかにまだまだアドバイスをだな。二人とも、いい加減にしないと、私も怒るわよ。
おやすみなさい。はい、おやすみなさい。くそ、なんで私まで。なかなか似合ってるわよ。こんな。ほらほら、喧嘩しないの。みんな、準備はできたわね。それじゃあ行くわよ。せーの。行ってきまーす。ケーキ作り、楽しみ。紅茶に合うケーキを調べておいたわ。さすがホムラ、情報収集はお手の物って感じね。きっと素敵なケーキが出来上がるでしょうね。やっと来たか。もう待ちくたびれちまったぜ。京子、相変わらず来るの早いわね。待ってて、今鍵を開けるわ。どうぞ、上がって。お邪魔します。早速だけど、ケーキ作りを始めましょうか。レシピは明美さんが用意してくれた、これね。ホムラちゃん、頑張ろうね。ええ、美味しく作りましょう。おお、頑張れよ。で、あんたは手伝わないのかい？冗談だよ。私もやりゃいいんだろ。できたー。まどか、お疲れ様。ホムラちゃんこそ。私、ほとんど手伝ってないんだけど。卵一つ割れねえんじゃ、泡立てくらいしか手伝えないもんな。あんたもあまり変わらないでしょ。喧嘩しないの。ほら、いただきましょう。いただきます。おいしい。ほんとだ、手作りでもこんなにおいしくなるんだ。おお、めちゃくちゃうめえな。京子、少し落ち着いて食べなさい。さくらさんの気持ちもわかるわ。とても美味しくできてるもの。マミさんが丁寧に教えてくれたからですよ。私たちだけじゃこんなに上手にできなかったです。みんなが頑張ったから素敵なケーキに仕上がったのよ。それに自分たちで作り上げたから、いつもより美味しく感じるでしょう。なるほど、確かにな。私と京子はほぼ何もしてなかったけどね。そんなことないわ。ミキさんはキッチン周りをきれいにしててくれたし、さくらさんはオーブンの温度調節してたじゃない。マミさん、よく見てるのね。私、みんなと並んで作ってる時がすっごく楽しかったです。まどかの言う通りね。とてもいい時間だったわ。またみんなで作りましょうね。目を覚ましたかい、ホムラ。今夜も正気が濃いね。魔獣があちこちに出没している。どうしたんだい、ホムラ。何かいい夢でも見ていたのかい。なんでもないわ。行きましょう。
マドカ、いつかあなたに再び出会う時まで、私はこの戦場で戦い続ける。